岩田のじいちゃんだ。あ、うえーす。こんにちは。おお、あきらくんとロッペくん、二人とも元気でやっとるかの。おお、じいちゃん元気か。うん。おかげさまでわし昨日で九十三回目の誕生日を迎えることができたんです。おお、マジか。へえー。すっげえ超元気だな。うん。そして。 翔太がかたたたきけんをプレゼントしてくれたんじゃよ、うんえー、あいつもいいとこあんだな、うん、そうなんです、えー、いい孫を持ってわしは本当に幸せじゃよそうだなよかったなじいちゃん、うん、ということで早速使わせていただきますえっ 今ここらを散歩しとったんじゃがの何やら急に肩が重くなってまいりましていやーグッドタイミングですいやいやこれ翔太が作ったやつだべ <laughs> なんで全国共通みたいなことになってんだよちげえだろ先輩えまあいいじゃないっすかちょっとぐらいやってあげたってうんええー 1>, 1枚で1時間と書いてあるので1人30分ずつで構わんよ <laughs> あおいがっつりじゃねえかよ <laughs> やばいっすねあー悪いじいちゃんちょっと俺たちこれから絵かてところで肩たたき意で肩もみをしてもらうことは可能かのおいどうすんだよ <laughs> どんどん負担ででっかくなってんぞ <laughs> ーいやーもう揉んじゃいましょう 先輩えー、ね。マジかよ。